小学生の頃から飛行機が好きで、将来は絶対航空関係の仕事に就きたいと思っていました。崇城大学は大学で唯一国土交通大臣指定の航空従事者養成施設ということを知り、この大学で夢を叶えたいという思いが強くなりました。でも飛行機が好きだという気持ちだけで4年間もモチベーションが保てるかという不安もありました。大学に入ってみて最初の頃は戸惑うことも多かったのですが、先生の丁寧な指導に加え友人たちと切磋琢磨することで技術も向上していきました。彼は入学当初よりしっかりとした目標を持っていて、その目標に向かって何事にも積極的に取り組んでいます。クラスの中でもリーダーシップを発揮し、仲間みんなからの信頼も厚くて、将来を嘱望できる学生です。今私は2等航空整備士の技能審査に向けて取り組んでいるのですが、大学でかけがえのない友達に出会い、一緒に目標に向かって頑張ることができていると思います。将来は様々な経験やキャリアを持った人たちと一緒に働くことになると思います。その時は崇城大学で学んだことを生かし、リーダーシップを発揮してみんなをまとめられるような航空整備士になりたいと思います。